違法改造じゃないのに、なぜ愛車を末永く好調に維持したいのであれば、欠かすことができないのが定期点検です。最近の車は、あまりメンテナンスしなくてもトラブルが発生せずに、乗り続けることができるほど信頼性は高くなっていますが、それは車両が新しい時期だけのこと。5年、10年と乗り続けるつもりであれば、 新車時から定期点検は欠かすことができないと言えるでしょう。近年広く普及したハイブリッド車はエンジンだけでなくモーターを搭載しており、車両の状態の診断には専用の装置が必要なケースも珍しくありません。安心して点検整備を任せるのであれば販売ディーラーへ足を運ぶのが最良です。一昔前までは、 ディーラーでの点検、車検は高いと言われることもありましたが、今はメンテナンスパックなどで基本料金が割引されていたりと割高な印象もなくなっています。また、ディーラーは当然ながらそのメーカーの車種を常日頃から取り扱っているので、下手りやすいパーツやトラブルが発生しやすい箇所にも精通しており、 安心して車に乗りたいのであれば、ディーラーで定期点検を行うのが良いでしょう。そんなディーラーですが、認証工場であることから、違法に改造された車は入庫することができません。違法改造の状態の車両を入庫させて作業をしていると、認証が取り消されてしまう可能性もあるため、ディーラーとしてもそこの線引きはきっちりしなければなりません。 ただし、違法改造状態から合法状態に戻す作業をするための入庫は不問となるようです。しかし最近、違法改造ではないカスタマイズ済みの車両であっても、ディーラーへの入庫が断られるというケースも見受けられます。これは通称、ディーラールールとも言われており、違法改造車ではないものの、 ディーラー独自の判断で入庫をお断りするというもの。店舗ごとの判断であったり、販売会社全体の判断であったり、もしくは担当者個人の判断であったりと様々なルールが存在するようです。お断りされる車両は実際には基準内に収まっているものの、ギリギリの辛い地だったり、ギリギリの車高だったり、ギリギリの音量のマフラーだったりと、 一瞬では合法であることが判別できないものが中心。これはしっかり計測や測定をすれば判別できる部分ではありますが、常に多忙を極め人員不足も叫ばれるディーラーにおいて、それにかかる時間や人員を割くことができないというのが大きな理由の一つと言えます。また、車外パーツに関しても安全性が担保されていないもの。 例えば、キャリパーカバーやワイドトレッドスペーサー、一部のステアリングやバケットシートなど、万が一事故が発生した時に、その車外部品が原因で事故が発生したのか、整備に起因する事故だったのかの判断が微妙になるようなものが、装着されている場合も入庫を拒否されるケースがあるようです。こういったディーラールールは、 実は様々な制約に縛られているディーラー側が、無用なトラブルを防ぐために設けており、決められた時間内に決められた作業を行わなければならない、といった環境を考えるといた方ない部分でもあります。しかし、ディーラーや店舗、担当者によってその判断基準が変わる、というのはユーザーにとっては納得できないこともあり、 例えば、引っ越すまでは普通に入庫できていた車が、引っ越し先のディーラーでは入庫できない、といったケースも実際に起きているのです。このようなケースはそこまで多いものではありませんが、もし車をカスタマイズしようと考えている人は、お世話になっているディーラーに事前に相談し、入庫に問題がないかどうか確認してからの方が安心と言えるでしょう。